今 T さんが、福島第一原発で携われている仕事の内容、まあ差し支えのない範囲で、ちょっと教えていただきます。はい。機械の、まあ、点検であったり、振り付けであったり、そういったようなことなんかをやっています。具体的な場所はありませんけれども、建屋の近くなんかで作業したりすることもあります。そうですね、0.2 ミリとか、その程度で、戻ってきたりしていると思います。我々からするとそれでも相当高いという気がしますけど、はい、最初の頃はですね、そのあまりにも高すぎて、そしてそれに伴って、除染がどんどん進んでいった、そして現在これまで線量下がった、そういったことで、我々の感覚からすると非常に線量が下がったという感覚なんですが、一般の人たちや、除染をしている人たちから比べると非常に高い、数値で働いていると言えると思います。この3年間で、結局解決せずにどんどん悪化したこと、問題が、どんどん、深刻化したことを少し説明していただけますか。まず重要なのは、水、こちらですね、汚染水、これをどうするかということで、タンクを作り続けるしかない状況になっています。アルプスも、作ったのですけれども、トラブルが非常に、頻発に起きるので、蓄装置を、フルで回す、運転する状況にはまだまだ程遠い状況になっています。タンク自体の品質であったり、そういったことなので、タンク周りから、地面、環境への放出をしてしまうようなことも、多々あります。漏れているところとも海も、それなりの距離があるので、海の流出はないということを電力のことで説明したりもしますが、周りに回って、そして、地下水であったり、雨水、そういったものなどで染み込む、最終的には海に出ていくということも十分考えられると思います。具体的にどれぐらいの量が最終的に海に出るかというものは、誰もわからないと思います。どういった人たちが今、周りで働いていらっしゃいますか。基本的には地元の人間、それが、出張で来ているような人間以外は、非常に多い、状況になっています。約3000円からさらに増えて4000円から、5000円弱ぐらいは、幅がありますけれども働いているんではないかと。最近は特に人がどんどん増えています。基本的には建設業というものは、市の50代、60代の人が多かったりするんですが、若い人間も、何人も、見られます。これから先は非常に難しい局面になっています。で燃料取り出しなど非常に難しい場面で、やはり、経験のある人間が、やっていくべきだと、そういったことを考えています。T さんがずっと住まれていた場所は大熊町ですよね、はい、今ご自身のご自宅はその周辺はどうなってますか。まだ人は入ることができません。草むらですね、自然に戻ろうとして、一時帰宅ですね、それで帰るたびに、いろんなものを片付けたり、うちの中の整備をしたり、そういったことをしています。いくらうちを挑戦しても周りの、山、これの線量は非常に高い状態ですし、そういったことを考えれば、あそこのうちに戻って、そしてそこで生活するということは、あまり現実的ではない。今年齢がまあ30代ということでいらっしゃるんですが、はい、将来的な、例えば結婚とか、ご家族、子供のこととかですね、そういったことに対する不安、まあ、以前も訴えていらっしゃいましたけど、3年経ってみてどうでしょうか。この仕事を続けていくにしてもきちんと将来に身を固めて、そして安定した状況で介護の作業に、携われるような、生活としての不安もないような、仕事にある程度集中できるような、そういうような状況を作っていかなきゃいけない。
最終的には、その働いてた教会に対する誇り、そういったものがあるのかもしれません。僕の、教会、飲食に関わらず建設業で働いている特にベテランであったり長く働いてきた人間というものは、自分たちの仕事に対して技術が高い、そして、知識が深く優秀な人間になるなど誇りというものを持っています。そして自分たちの力で、福島第一を廃炉にしていかなくてはならないという考えがあるのかもしれません。ご家族や両親などはですね、もうそろそろやめた方がいいんじゃないかとか、病気のこととか将来のこととか心配されたりはしてないでしょうか？そうですね、反対はしています。どこの家庭でも同じようなことを言って、家族に反対されるからということで誰も職場に行かなくなるから作業員が足りなくなる、優秀な人間というものはどんどん発電所からいなくなってしまうという現状につながっていると思います。占領がリミットに達してしまって、またサイトを、出て、違う職場で働くことになったりすると思うんですが、占領が戻ったらば、また福島第一で、働きたいと思います。 T さんご自身の健康状態ですね、はい、何か心配していること、あるいは検査の結果などですね、何か変化ありますか？今のところは大きな、影響というものは出ていません。ただし、将来的には、どういう影響が出るか、それはまだ全く分からないと思います。出ないと言い切ることはできないと思います。日本政府は原発をまた今年は再稼働させようという動きがこのところ急速に高まっているようですが、この再稼働の動きに関しては T さんはどのような気持ちでいらっしゃいますか？非常に恐ろしいものだと思います。正直3年経ったということを目覚めたということで、再稼働に進めていく、しかも、正直、今回の新指針というものも、非常に、十分かというと、そうでない抜け穴だらけというような、そういうような状況で、果たして本当に再稼働していいのだろうか、いかがなものだと思っています。今福島第一原発で働いていらっしゃる作業員の皆さんの間では実際のところその原発に関する考え方というのは、結構意見が分かれているもんなんでしょうか？非常に、多種多様になっています。ただし、一般的に作業員であったり、ある程度サイトの中にいるような人間の間になると、再稼働やむなしという考え方が非常に多いと思います。占領が把握してしまったような人間の受け入れ先がありません。そういったことでは、ましてや今、運転もしていないわけなので定期検査をやっているわけでもない、教会としては仕事が、どんどんなくなっていく状況では、再稼働するのもこれはやむを得ないものだという考え方というものは確実に存在します。原子力から地のエネルギーの転換を目指していくという、そういう状況というものを世の中が逆に作っていったという状況、しかし、いずれもそういったことは現状では全くできていない。原子力に身を置いてきた我々としては、原子力をやり続けるしかないわけです。この3年間を振り返って、はい、一番充実していた瞬間、時は、いつ、どんな時だったでしょうか？果たしてそんな瞬間はあったんでしょうか？逆に、この3年間で、一番失望、絶望した瞬間や時はどんなものだったでしょうか？それは3月11日からずっとだったのかもしれません。また明日から福島第一原発での
いつも通りの作業ですよね。そうですね、これから、サイトの中に入るということで、気持ちが引き締まっていきます。あの福島第一原発の敷地の中も、まあ、桜が咲くと思うんですけど、出して、今までと同じく、作業服の状態ですね、マスクも何もつけずに、あの桜を見るようになる時も来るのかなということも考えたりもしたりします。